諸軍らの一部に最近では司令部が懲罰部隊も有効な戦力だと思い始めている。そう噂を流す者があるようだが、それは間違いだ。諸君らは自らの罪を任務達成をもって償っているに過ぎない。そういうあんたは勲章をもらいながらな。独房、連れて行け。では作戦を説明する。次はエルジア領内に侵入しての作戦だ。北のワイアポロ山脈にあるエルジア軍通信施設が敵の無人機群に関連する重要施設だと分かった。貴様らの任務はこの施設を破壊し、敵無人機群を弱体化させることとなる。だが敵にとっても簡単に破壊を許せる施設ではないのだろう。一帯は偵察衛星によって常時監視されており、発見されれば対空ミサイルが飛んでくる。その餌食になりたくなければ、山腹から麓にかけて発生している雲にすがるしかない。雲を遮影物とし、衛星から隠れられればミサイルを振り切れるやもしれん。ミサイルが発射されたら雲に逃げ込んで祈ることだ。ミサイルに撃墜されるか岩場に墜落するか選ぶ自由くらいは与えよう。Thank you.
破壊。残り2機。パスワードが手に入ってな。シャシャリとアクセスしたらいよいよと出てきた。自分が何を言ってるか分かってないようだな、スピア6。帰ったらあんたに教えてやるよ、バンブロック。情報を見ないとシンクロマリアの戦争だ。近くにこの数がいるとは聞いていない。接近中の味方機応答しろ。正規軍様、懲罰部隊とは話したくないとよ。おい、レーダー照射を受けてるぞ。 IFF では味方だぞ。ちょっと待て、ちょっと待て。まさか特戦艇となんて言わないかな。敵だ、こいつ敵なのか。返したぞ。ロシア軍機攻撃をやめろ。クソメコメコ、こいつらは味方機じゃない。まさか IFF を偽装しているのか。現世代の IFF は衛星経由で統合戦略システムにつながっている。解析は不可能だ。IFF に関する情報は最高機密のはずだ。偽装とは信じられない。6-6 格闘戦になってまって
くそ、あのままでは全滅だ。ゼッキ、一旦雲に逃げ込め、相手の目をくらます。さあ、その後どうする。マークや騎士で見分けられないか。対応するね。そうか、向こうは連携してやがる。相手はどうやって認識してるんだ。Thank you.
お前は。チキシャー、どうしておらん。任務は成功。他に特に言うべきこともない。解散。待て、カウント。記録によればお前の撃墜数は日に日に増している。虚偽の報告をしているのではないだろうな。まあよい、他の連中を少しは見習え。こんなゴミためから逃れてやる。奴らが稼いだ撃墜数で俺は軍中央へ返り咲くのだ。